おはようございます。ようこそムッシュ技巧の実験室へ。お久しぶりですね。シーマンは全滅してしまいました。これも全てあなたが、やめよ、とどめよ。はい、ということで今回なんですけども、いやガチャ動画でもいいモンスターなんですけども、ギコちゃんの紋章力はどんぐらいかな。いやもうね、今となっちゃっても4200万4300万ぐらい課金してるんですよ。多分3500万ぐらい課金したっていう時期に出してるんですよ、半年ぐらい前に。その時の動画はぜひぜひチェックしてみてください。その時はね、8000ぐらい、うん、紋章力が8000ぐらいでした。じゃあ今いくらなんだっていう話じゃないですか。ランクもだいぶ変わりましたね。200ぐらい増えたんじゃないですか、私ね、あの時から半年で。じゃあ行きましょう。モンスターで、魂の紋章だね。ポチ、さあ出るぞ、ポチ。お火属性の紋章力が12789でございます。そんなわけで、じゃあここで問題。私の紋章力で一番高い属性は何でしょう。はい、これクイズですよ。今ここで一回動画止めて、コメント欄に予想何属性って書いて、はい、あと5秒待つから。5 4 3 2 1。動画止めてたらこれ邪魔じゃんね、この5秒。まあいいや、そんなわけでじゃあどんどんいきましょう。次は水属性、火より上なのかな。ハイアンローゴー。あ、ローでしたね。11914でございました。うん、いやー、そういうことね。なるほどなるほど、盲線つけてるんですよ私ね。じゃあ次いきます。木属性、なんかもっと低そうだな。おお、11554でございました。なるほどです。下に見えてるやつが結構マジ騎士だったりするね、ガチャゲンの運極だらけでね。もちろんのことですがね。さあ続きまして、光属性、あ、ベルフィゴールにつけてるんだね、木がね。いきます、光、せーの。おお、光は12748でございます。いやー、すごいことになってますね、この下のガチャゲン運極たちもね。贅沢なボックスですね。つけてるのはサンダルフォン、なんでつけてるかっていうと、刹那20のためだね。うん、近畿20の刹那のために確かつけたと思います。はい、そんなわけで俺は闇属性が一番上なんじゃないかと思ってる。火属性は12789、光属性は12748なので、今のところ12789の火属性がナンバーワン、チャイナナンバーワン。さあ最後に闇属性いきたいと思います。いくよ、3 2 1。おお、12724でルシファーにつけてますね。ということは、ということは1は火属性。いやー、やっぱりギコちゃんといえば火属性なんですかね。最近ちょっと髪の毛の色があんまり赤くないんでね、ちょっと広げようと思ってるわけですけども、いやー素晴らしい。うん、なるほどですって感じですね。結構な、結構なボックスですね、何気に。そっかそっか、さっきのガチャ動画でアザゼルが運極になり申したじゃないですか。こっちか、天界でも地上でもの方が、これでひっくり返ったのかもね。うん、火が一番1位になったんですよ。うわーすごい。まだその動画見てない方はね、私の1個前の動画をチェックしていただけたら嬉しいなと思います。ウォッカもそうか。うん、まあそんなわけで、2018年の11月12日の時点の、紋章力1位は私の火属性12789でした。ご視聴ありがとうございました。